はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はね、最強デッキ作ってきましたよ。シナルイリュウデッキ、まあ、デュエルリンクスっていうアプリゲームが遊戯王ではありまして、まあ、そっちの方ではシナルイずーっとティア1でずーっと強かったんですよ。まあマスターデュエルでも弱いわけないよね。作ってきたわ、うん、あんまり強くなかったけどあのね、やってることはすごい強いんだけど、ちょっと妨害にね若干弱いっていうのがあってね、あれなんだけどさ、知らぬいデッキすごく楽しいデッキになったんでご紹介していこうかなと思っておりますね。もう知らぬい要素もふんだんに散りばめました。はい、ねあのすごい強いモンスターがいましてね、はい、 OCG の方ではこのユニゾンビっていうモンスターね、これがまあぶっ壊れとると。これ効果説明しておくと、フィールドの表側表示モンスター対象にとって、まあ、自分でもいいし相手でもいいんだけどさ、自分のモンスターか相手のモンスターを対象にとって手札を1枚捨てると対象のモンスターのレベルを1個上げるよっていう効果が1番で、2番目が、デッキから反列族を墓地を送ると、対象のモンスターのレベルを1個上げるよっていう効果があるんですよ。これあの両方とも1回ずつ一旦に1回ずつ使えるんだけど、これねすげえ強くて、デッキからと手札から反列族ポンポンって墓地を送れるんで、好きな、アンデッド族ってさ、墓地から除外してなんか特殊召喚したり、墓地の効果使ってなんかいろいろするじゃないですか。だから、もう墓地に送れるっていうだけで、アドバンテージすごいんですよ。で、ユニゾンビは、手札とデッキから好きなカードをポンポンって2枚墓地送れるんで、まあ、ぶっ壊れとるっていうことですね。で、何を送っていくかって話なんだけど、まあ、知らぬいで、強い、ギミックっていうのは、まあ、いくつかあって、まずそもそも影物で、まあ、ユニゾンビリクルートでできるんだけど、こいつがめっちゃ強い。やっぱ目月最強。墓地のこのカードを除外すると自分の墓地のアンデッド族モンスターを対象にそのモンスターを特殊召喚するよっていう効果を持ってるんですよね。だから、まあ、とりあえず適当なユニゾンビで適当になんかその目月をデッキから墓地を送ると、ユニゾンビで手札から捨てたアンデッド族を目月で蘇生できるっていうことですね。だから、目付きがいることによってユニゾンビとなんかセットで引いたモンスターを適当に出せるという話で、目付きくんの効果ってアンデッドだったら何でもせるんで、まあ、1回心境召喚した後の、まあやかし神とかホムラ神とかも出せるわけですよ。戦神とかもこれがすごい強いっていうのと、あとこれね、このギミックがぶち込めるのがすごい強い。ドハスーラ、まあこれ聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、このモンスターね、どういう効果を持ってるかっていうと、狩猟王ドーハスーラ以外のアンデッド族モンスターの効果が発動したときに、以下の効果から1つを適用すると、このターン自分のドーハスーラの効果で同じ効果は適用できない、まあ、どっちかは1回ずつ使えるんだけどさ、その効果をまず無効にする。アンデッド族モンスターの効果が発動したらその効果を無効にする、または自分または相手のフィールド墓地のモンスター1体を除外する。これ対象取ってないんですげえ強いんですよね、この除外も効果無効も。で2番目の効果で、フィールドゾーンに表側表示でカードが存在する場合、まあ、アンデッドワールドとか、まあ、相手のフィールドゾーンにカードがなんかあってるんだけど、お互いのスタンバイフェーズにこのカード墓地から蘇ってくるんで、めちゃくちゃ強いんですよね。うん、まあ、簡単に言うとぶっ壊れっていう話で、このドーハスーラとシラヌイを、組み合わせた今日はドーハ、シラヌイドーハっていう、そういうデッキを回していこうかなと思ってます。で、回し方なんですけど、まあ、見ていただくしかないかな。ちょっとルートいくつかあって、まあ、例えば影物から入った場合は、まあ、めちゃくちゃ強い。だいたいハリファイバーいけるんで、ハリファイバー行って、で、ハリファイバーの効果で、まあ、視界のバンシー、あ、しかもじゃねえ、グロアップブルームとかを持ってきて、で、グロアップブルームで、まあ、そのドーハスーラ出したりとか、あと、宮塚さん。とかから入って宮塚さ掛け物とかだと、またこれもハリファイバーとか並ぶし、まあ、バンパイアサッカーまで結構つながることも多いんだけど、バンパイアサッカーって墓地から自分の相手の墓地からアンデッドモンスターが特殊化された場合、自分は1枚ドローするっていう効果があるんだよね。だからこの辺で、まあ、ドーハスーラの効果とコンボして1枚ドローしていったりとか、まあ、単純に知らないモンスターたちシンクロしていくことももちろん結構あるんだけど、このモンスターたちの効果強いじゃないですか。例えばあやかし神だったら魔法トラップを、まあ、除去できるかもしれないし、あとこいつだったらめっちゃ打点が高くなるっていう効果、そしてこいつは選んで破壊しつつ破壊耐性もあるっていう、この辺のモンスターがめちゃくちゃ強いんで、知らないギミックだけでも十分回せるんだけど、そこにプラスしてハリファイバーがいるんで、結構ね器用なことができるんだよね。ハリファイバーって相手のターンの
あのメインフェーズおよびバトルフェーズにフィードのこのカードを除外するとエクストラデッキから進化チューナー出せるよと。これで、進化チューナーである、シューティングライザードラゴンが出せますと。でシューティングライザーって進化召喚に成功した場合にデッキから、こいつのレベル、より低い、まあ、レベル6以下のモンスターをデッキから墓地に送るとそいつのレベル分こいつの自身のレベルを下げるよと。でしかもアクセルシンクロ効果を持ってるんだよね。でこれですごい器用なことできるのは、まあ、例えば、まあ、影物からあのスタートした場合影物をリリースするじゃん。でユニゾンビ出すでしょ。でユニゾンビの効果で、まあ、目月かなんか墓地送ってで目月の効果で、まあ、影物を特殊召喚してで影物とユニゾンビでハリファイバー出すと。でハリファイバー効果で、まあ、例えば、リオン出してくるとしましょう。はい、これはあのユニゾンビ影物1枚からいけるコンボなんだけどさ。でリオン出していきましょう。でリオンが相手ターンに除外ゾーンのモンスター特殊召喚してシンクロ召喚できるよっていう効果を持ってるのと、ハリファイバーの効果でもシンクロ召喚できるよっていう効果を持ってるんでこれシンクロモンスター2体出るんですよ。ユニゾンビ1枚からシンクロモンスターが2体出せる。で、まあ、例えばね、リオンの効果で出してくるのをフォーミュラー3とライトニングマスターっていう、まあ、このモンスターにしとくと、こいつレベル7のシンクロモンスターなんだけど、一旦に一度自分のレベルを2個下げると相手の魔法トラップカードの効果を無効にできると無効に下回するよっていう効果を持ってるんですよ。でさらにハリファイバーの効果で、シューティングライザー出してきてでシューティングライザーの効果でレベル操作しとけばフォーミュラーアスリートライトニングマスターと、シューティングライザーでシンクロ召喚とかもできるんですよ。例えば、まあ、ライトニングマスターのレベル魔法トラップを無効にして2個下げてレベル5になってたとしましょう。で、シューティングライザードラゴンの効果で、レベルを例えば妖刀シャラの居墓地を送ってレベルを5にしていたとしたら、まあ、5-5 で、サテライトキャノン、サテライトウォーリアーを出したり、これ、シンクロ召喚に成功したら墓地のシンクロモンスターの数まで相手のフィールドのカードを破壊できるよっていう効果あるんで、ここ相手ターンにシューティングライザーからサテライトウォーリアー出すと2枚破壊できます。はい、選んでね。とか、まあ、こいつのレベルが、まあ、合ってないというか、効果を発動してない、魔法トラップカードを無効にしてない場合はレベル7なんで、その場合は、例えばシューティングライザードラゴンの効果で、2個落として、5にした場合は5と7なんですよね。で、ここでアンデッドワールドが貼られていればっていう条件なんだけど、条件付きで、これアンデッド族になってるんで、そうなると、相手ターンにホムラ神出せるんですよ。こうすると今度はまたこれで2枚破壊できるんですよ。だからレベル12のシンクロもレベル10のシンクロも相手ターンにできるっていう、このアクセルシンクロギミックがかなり優秀で、もちろんシューティングライザーの効果は別にシンクロしなくても使えるんで次の後続になる目月を墓地に送るっていうこともできますし、あとこいつをレベル2にして同波数らと一緒にシラノリ出したい場合、ホムラガムシラノリとか出したい場合はレベル5のモンスターを送ればいいんで、そのために今回はヴァンパイアフェアリンっていうのが入ってるんだけどさ、まあ、これ手札にあっても強いんだけど、こいつはデッキからレベル5を落としてレベル2にして相手ターンにホムラガムを打つみたいなこともしたいから一応入ってますみたいな感じかな。うん、まあちょっと動かし方見てもらわないと分かんないと思うんで、まあ早速対戦をねご覧いただきましょう。でこのデッキのいいところはまずね、ハルウララが相性がすごいいいから入るっていう、普通に3積みできるっていう、アンデッド族レベル3チューナーなんでめっちゃ相性いいんですよ。しかも炎属性なんでこれはガン積みしていい。このデッキはすごい強い、ね、でこれ禁じられた羊族、これも相性がいい。これ手札に引いてしまった知らないモンスター、例えばバンシーとかメズキとかを墓地送りながら相手のモンスターの効果を無効にできるんで、これ非常に相性がいいっていうのと、これがすごく強い、この知らないいる椿の者たち。これ何するかっていうと、自分のフィールドのアンデッド族を1体リリースしてフィールドのカードを2枚破壊できるよっていう、で破壊した後その後デッキから知らないモンスター1体を除外するっていうぶっ壊れ効果なんですよ。これがマジでやばい。ゴッドバードアタックあるじゃん、あれの上位効果みたいな感じよ、やってることは。まあ強い。はい、というわけで早速ね、最強知らないムーブをねご覧いただきながら、対戦を見ていただいて、まあ、どんな回し方をするのかちょっと体感していただければと思うんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあやっていきましょう。ティアー1デッキをねぶん回していきますよ。ええ、デュエルリンク、今日はねマスターデュエルじゃないです、デュエルリンクスです。はい、本日もデュエルリンクスやっていきます。シナリーの影物の効果を発動。ちょ、ウララマジでやめて。ここにウララは人間じゃない。あぶねえ。それはオッケー、それはね、ウララぶん投げればいいから、オッケー。よし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 よ
まあ、一回君の手札誘発は止めさせてもらうぜ。バリ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 、よし。いや、ほんとウララとかいうさカード、もし影物メタしすぎてやばいんだけど、モンスターも残んねえしさ、マジやばいんだよねあれ本当に。でユニゾンビの効果を発動していく。で墓地の来るぜカードを。これはバンシーかな。さあバンシーを送っていくぜ。そして愚かな埋葬を発動。愚かな埋葬の効果により、これは一旦メズッキーかな。メズッキーを送って、でメズッキーの効果を発動。メズッキーの効果によりメズッキーをゲームから除外し、墓地のアンデッド族モンスターを何でも特殊召喚できるぶっ壊れ効果。これ強いよな。これほんと強いわ。マジ強いわこれ。やってることマジ頭おかしいわこれこいつ。で2体のアンデッド族モンスターでリンク召喚。現れよアンデッドロンハリファイバー。そしてハリファイバーシンクロ召喚成功時効果発動。ハリファイバーがシンクロ召喚に成功した場合、こいつですかね。はいはい。でグローアップブルームを特殊召喚していく。そしてグローアップブルーム1体でシンクロ召喚。一応知らないなんでシンクロ召喚で言ってますけど本当はリンク召喚です。はい、すいませんでした。でグローアップブルームの効果チェーン1。そしてチェーン2視界のバンシーの効果発動。視界のバンシーの効果はこのカードを墓地から除外することによってデッキからアンデッドワールを特殊召喚発動する。アンデッドワールド、これからこのフィールドは全てアンデッド族になる。そして資料をドーハスーラーを特殊召喚。はあ。そして2体のアンデッド族モンスターでリンク召喚。ドーハスーラーとリンクリボーでリンク召喚。現れよバンパイアサッカー。そしてカードを1枚セット。これがツバクロだったら最強だったんですよね。ちょっとツバクロないんですよ。まあしょうがないですよ。ターン終了で。さあ、お前のターンだぜ。まあ、およそ先行ではまあ合格点の展開と言っていいでしょうね。これに関しては。まあ、このデッキ何が強いかっていうと、ウララがね、相性が良すぎて入れられるっていうところが一番強いですね。おい、はからやめろ。よし。で、特殊か。どこでもいいや。ここでいいか。資料を、ドーハスーラが特殊化に成功した場合、ヴァンパイアサッカーの効果。墓地からモンスターが特殊召喚成功したためカードを1枚ドローさせてもらうぜ。これでね宮塚さとか来たら嬉しいんだけど、あ、目付きもまあ強いね。目付きもまあ強い。目付き墓地をくれるんでこれはなかなか強い。ビンゴマシーンゴーゴー。おおおブルーアイズオッケー。ブルーアイズビンゴマシーンゴー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 。ブルーアイズオルタナティブオルタナティブオッケー。ブルーアイズ引け。ブルーアイズオルタナティブオルタナティブってことは、これブルーアイズとオルタナティブなんか手札にある可能性あるな。オルタナティブがそもそもあったらだってブルーアイズブルーアイズブルーアイズって選ぶもんね。トレードイン。あ、なるほど。ちょっとめんどくさいですね。ちょっと非常にめんどくさいですね。非常にめんどくさいんですけども、ちょっとですね、ハリファイバーの効果一応使うと、FA 出して魔法トラップ一回無効にできるんだけどさ、まあ、言うて多分ね、あのデッキね、モンスターの方が めんどくさいと思うんだよね。まあ、と思ったら、なんか普通に竜の霊廟の方がめんどくさかったわ。いやー、これ難しいな、これ。プレイング。西岸墓地に送ると。なるほど。で、追加で、デッキから墓地に送られた場合、あれ効果発動しないの？あ、ドラゴン族だじゃないからってこと？墓地に送られたモンスターがドラゴン族の通常モンスターじゃなくて、アンデッド族になってるからだ。神ゲーだ。神ゲーすぎた。神ゲーすぎた。神ゲーすぎた。やばい。相手あれだわ、ドラゴン族じゃなくて今アンデッド族になってるから、ブルーアイズ送ってもドラゴン族墓地追加で送れねえんだわ。ジェットドラゴンとかいないしね。そして今ジェットドラゴン来たら性がめちゃくちゃ強くなると思うんですけどね。オルタナティブは全然無理だね。で、クリストロンハリファイバーの効果を発動するぜ。さあ、その効果にチェーンし、資料をドーハスーラーの効果を発動。ドーハスーラーの効果によって相手のフィールド上のモンスター1体を選んで除外することができる。消え捨てろオルタナティブ。ヴァンパイアフロイライン引いちゃってもちょっと微妙だな。まあ、いいや。君ちょっと消えてくれる。さよならさよなら。でシューティングライザードラゴンを特殊召喚。でシューティングライザーは特殊召喚に成功した場合、デッキから、レベル6以下の
モンスター1体を墓地に送ることができる。そして墓地を送ったモンスターのレベルの数だけ自分のレベルを下げるという効果を持っている。これで本当はバンパイヒロイラインを送ると、相手ターンにホムラガミ出せるんですけど、ちょっとですね今の都合により引いちゃってるんで、まあ、残念ながら妖刀竹水でいいかな。目付き引いてるんでね、ここでいいでしょう。ここで次のターン8シンクロができますから、まあ、6シンクロ8シンクロ、まあ、クリスタルウィングシンクロドラゴン確定トップ、なんでもいい。あ、オッケー、弱い、ゲロ弱、残念でしたね。太古の主題詞を墓地に送ることさえもできない。これがアンデッドワールドのパワーだ。残念だったな。そしてあれスキルドローインだったらめんどくせえな。ですね、一回どうしようかな。一回いったちょっと バック触りに行きたいけど、バック触るの無理か。バック触りに行くの無理か。ちょっと考えるね。ちょっとバック展開無理だな。ちょっとクリスタルウィングシンクロドラゴン出すか。クリスタルウィングシンクロドラゴン出そう。ほっ、ひょいっと。さあ、妖刀で影物を除外する最強ムーブだぞ。これはデュエルリンクスミンでも、お、切断だ、切断だ。切断きた。心が折れたかな。心が折れたようですね。知らぬに先行を取らしてはいけませんよ。あ、ちなみにウララだけマジできついですけどね。残念でしたね。君のデュエルは素晴らしかった。だがしかし、まるで全然僕を倒すには程遠いんだよね。いやマジでウララめっちゃきついんだけど、どうしたらいいかな。これハカーナ入れてもいいかな。でもハカーナとかなんか入れる枠ないんだけど、スロットがないんだよね。デッキの中にスロットがなさすぎ問題が発生してまして、結構やばいんですけど、まずそもそもデッキの枚数めちゃくちゃ多いから、ハカーナとかなんか入れたところで引けないから意味ないかなと思ってるんだけど、とりあえず知らぬ理由つばきのタッチが来てるから、まあ割とね、動き方はまあアルミラージオッケー。なるほどね。これとりあえずメルカバーまでは確定ね。メルカバーまでは確定。確定メルカバー痛いな。セキュアガードならいいでしょう。はい。で召喚魔術、これすごいよな。でもな、リンク召喚っていう、まあ、概念が生まれてしまってからさ、アレイスター1枚からメルカバー立つのマジで強いよね。これ本当にロイヤル加工かっこよ。いいね、メルカバーのロイヤル。俺も欲しいな。まあ欲しいなとか言いながら、ロイヤル加工の UR 俺なんて呼んでるか皆さん知ってます？あれなんですよ、UR 引き換え券って呼んでるんですよ。俺すぐ砕いてます。 UR のロイヤル出たら、まあイルカーだったら別にね。あー強いね、これは強いぞ。これは強いと思いきや弱いわ。ちょ、ハンドに初動がねえわ。ちょ、一回ちょっとバックがちょっと除去ろ。あれまあ多分はからか、まあなんか禁じられたか、なんかでしょ。で一旦これマジでやることないな。これマジで弱いな。これ絶望的に弱いぞ。カスみたいな、カスみたいな動きしかいけねえ。これでなんとかツバクロでごまかしていくしかない。ツバクロはね、ゴッドバードアタックの上位効果みたいな効果を持ってて、自分のフィールドのアンデッド族をリリースすると相手のカードを2枚破壊しながら、その後1枚なんか、除外できるよっていうカードを、知らぬを除外できるよってここ持ってるんですよ。だからゴッドバードアタックのめちゃくちゃ強い版みたいな感じです、はい。結局ですね、ちなみに展開ができないとこうなります、知らぬは。だからなんだかんだ初動がね、影物とあと、ユニゾンビに基本的になってるんだけど、まあ、ゴズキとかは初動になんないんだよね、あんまり。まあ、一応アンデッドワールド張るくらいはできるけど、まあ、それでやったところで変わるんだよな。はい、了解です。でこれは何が出てるんですか。こいつは何置きですか。まあ何が出てくるとしてもね、意外とねツバクロの立ちが刺さると思うんで、トラップカード相手持ってるのかな。まあでもトラップカード持ってたとしても禁じられた人質があるから、効果無効にすれば破壊できるんで、まあ、これはなんとかなりますね多分。ツバクロの立ち、効果無効って言ってきたら、ツバクロの立ちコストにして禁じられた人質打てばいいんで、多分なんとかなります。プルガトリオ来た。デュエルリンクスじゃん、マジでやってることマジデュエルリンクス。まあ、とりあえず貫通ダメージ と1回効果無効が飛んでくるっていうのは確定しているわけね。 OK、 あれさ、いいよ。もう無限に回収してくるからな。バトル、よしよしよし、バトルはいい、よし、いいだろ、いけ。知らぬ竜つばくろのタッチ、つばくろのタッチの効果によりアンデッド族モンスターをリリースし、相手フィールド上のカードを2枚破壊する。そして破壊した後、アンデッド族、いや知らぬ竜をゲームから除外できる。おっと、トラップカードないな。さてはトラップカードはね、相手の手札に。
これは何除外したらいいんだ。いやもうこれあやかし、あやかし、もあやかしじゃねえ、物の目除外してちょっとドローしに行くしかねえ。ちょ反応が弱すぎる。頼む、なんか書道引いてくれ。どう神ゲーきた。よし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 、これでうららが、うわ引かなければ、うらら引かなければなんとなる。影物を、影物の効果が通ればはある。影物の効果が通るかどうかとはメインフェイス中。よし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 、あれ全部モンスターか。じゃああれハンド5枚、まあ、1枚はレーサーだけど、なんだろうなあれね。とりあえずちょっと1回影物召喚で、影物召喚で影物効果発動、自身をリリースすることによってデッキからモンスターを出したい。なんかあります？あー掃除ー。まあ1枚ドローは許す。まあこれユニゾンビしかないね。ユニゾンビしかない、ユニゾンビしかない。ユニゾン特殊、いやここ何がいいかな落とすの。まあでも特殊召喚しちゃうとドローが加速しちゃうから、これ多分止めないといけないんだよな。もうさすがにめっちゃ枚数引かれたら多分死んじゃうから、まあとりあえずモンスター落とすだけは落とすんだけど、ねえ、これ何落としたいかな。バンシーかな。バンシーダウンワン落としといて、まあ、目付きもあるけど、まあ、目付き今使ったことがあるから、これでアンデッドワールド貼れるようにしといて、特殊召喚はちょしちゃダメだと思うんだよな。いやこれ一旦やられても、これ次のターンもう一回目付きから動けるから、これそのままバトルなんじゃない。一旦バトルしよう。1300ユニゾンビビート始まるぜ。で展開は、いやこれしちゃダメなんだよな絶対。いやちょっとこれで終わるの弱いけど、つば九郎の太刀を信じて、俺たちのつば九郎の太刀を信じて、でセットしてエンドなんじゃない。これでエンドよ。かかってこいや。かかってこいや。かかってこいや。つば九郎の太刀、まあ、とりあえず視界の番士の効果発動しとこう。これでアンデッドワールドを一応貼っておく。でアンは貼っといて、であんな刺さんないとは思うんだけどね、召喚獣には。で暴走魔法陣、うわやべえの来た。暴走魔法陣はやべえ。暴走魔法陣は融合召喚に行う効果に対してチェーンをすることができなくなる。でバスタービースト、つまり無効化されねえってことだよ。要するにな、暴走魔法陣があると。はい、いいでしょう。融合モンスターの召喚成功時になんか相手は効果を発動できないって最強の効果があるんで、ちょそれがマジで一番やばいですね。で召喚マジでこれ何が出るんだろう、まあ、メルカバーとかだったら別にもう一回つばけの子たちぶちかませばいいんで、まあ、なんとかなるんですけど、召喚魔術はいい。融合召喚する効果じゃねえか。融合召喚モンスター、あの着地時か、着地時に相手は何の効果も発動できないか。はいはい、そんな効果でしたね。暴走魔法陣くんで墓地の炎属性除外されます。影物除外めんどくさいですね。影物除外まあめんどくさい。あでも影物除外したらあれか、あれ戻ってくるのか物腕が。なんだかんだ相手も結構めんどくさいですこれ。はい、プルガアレイスター、これ何ですか。アウゴエイです。これなんだっけ。このカードが特殊が成功した場合、アイディビード上にモンスターが特殊化された場合、アイディビードのモンスターを破壊すると、あやべ、つば九郎の太刀が。やばい、コストなくなってもうた。まずいまずいまずい。いやー今もう遅いんだよな。いやもう今マジで遅いんだよな。こいつはID ビードにモンスターが特殊召喚された場合も破壊できると。一旦に一度自分の墓地から融合モンスターを除外すると攻撃力が、相手端子路地まで除外したモンスターの打点分アップする。いやー強いな。死にますこれ。これコンセントレートがないですよね、まさか。まさかね、これ死ぬから。いやでもこれさすがに知らないでしょ。2000と、2300、あ2500か、4500、まあそれはいいわ、受けるよ別に。4500は受けます。 OK、 展開力なくてギリギリ耐えてる相手の召喚獣デッキが。OK、 それは耐えた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 。でよし耐えた。よし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 。だから特殊召喚したモンスターぶっぱすんだよな。ちょっとあいつを先になんとかしないといけないのか。ですね、じゃあですねちょっ
っとお待ちくださいね。特殊召喚したら破壊されるからこいつを召喚してみよう。まずは妖刀召喚、うおー、いけ、つばくろのタッチアンデッド族をリリースし、相手のフィールド上のカードを2枚選択し、そのカードを破壊する。くらえー、一刀両断、つばくろのタッチ。そしてつばくろのタッチはゲームからカードを除外することができるぜ。除外、これ影物除外したら帰ってくるか一応。で影物除外して、で影物の効果発動、影物の効果によってモノノベは特殊召喚できるぜ。これでモンスター数を稼ぐことができた。そして墓地に存在する目付きの効果を発動、目付きの効果によりユニゾンビをもちろん特殊召喚していく。影物は一旦に一度しか使用できない。あ、これこっちでいい、別に影物はちょっと置いとこう。ほっ、そしてユニゾンビの効果も発動。影物いいのか、今送られた妖刀がいる。これはこれはですね、これは目付きかなんかでいいんじゃないかな。いや直通ブルームあるな、直通ブルームあるわ。でブルーム落ちた、ブルーム効果、ブルーム除で治療を同波数ら特殊召喚、4500プラス2800いける。レベル4のモノノベにレベル4のユニゾンビをチューニング、リミッター解放、レベル8シンクロ召喚、現れろ知らぬいの戦神、戦神シンクロ召喚成功時効果発動。墓地に存在するモノノベをゲームから除外することにより攻撃力を1500ポイントアップし、モノノベの効果によりカードを1枚ドローして1枚捨てる。バンシー来た、何してた、あ、これはじゃあこっちだ、もうこっちはいらん、行くぜバトルベース、行け資料をドアスーラでダイレクトアタック、戦神の4500パンチダイレクトアタック、うおー、つばくろのタチがマジで強いっていうことは言えるわ、つばくろのタチマジで強いです、はい、本当に。さあやっていきましょう、知らぬいデッキ、知らぬいマジで楽しいね。ちょっと難しいんだけどね。やばいのか察知してないちょっと待っていや、やばいカード察知してない、え、待って、お前それはあかんやろ、それはあかん、金満で謙虚なツボ、あ、それはいいや、それは止める手段はないからいいや、ハンド結構なんか割と強そうなんだけど俺、あかんぞそれは、それはあかんぞ、やめろ、はい、まあ、それはいい、はい、名誉結界派やばいな、ネクロバレー、これ墓守デッキじゃん、ガチのガチめの墓守デッキ来た、ガチ墓守はおもろいな、はい、ネクロバレーの神殿を加えていくこれは何ですか、これは何でしたっけ、ネクロ、攻守500ダウンする、なるほど、自分のフィールドゾーンに体が存在しない場合は自分の手札墓地からネクロバレーを発動、なるほど、はいはい了解、なので破壊されてももう一回発動するよみたいなことちょっと待って待って、ネクロバレー、あ、でもハーピーの羽ぼうきあった、ハーピーの羽ぼうきはあったが、それは一番やばいね、それは一番やばいね、これ確かネクロバレー守る子があったね、やばいねやばい、小津祭入ってない、ちょっと待って、小津祭いるわ、ちょっと待って、マジでやばいこと来た、ネクロバレーの祭典はいいわ、祭典はいい、え、これどうすんの、え、あのフィールドゾーンのカードもさ破壊できないんだけど、フィールド、このカードおよび自分のフィールドゾーンのカードは効果では破壊されない、キモすぎる無理なんだけど、絶対これどう突破すんの、無理じゃない、え、深堀の異能者プラスネクロバレーの、ちょっととりあえずいっぱい後ろはまあとりあえずまあぶち込むじゃないですか、これ一発ぶち込むじゃないですか、あれちょっと待って、ネクロバレーマジできついわ、これ知らないに対してネクロバレー貼るの割とあの、犯罪行為なんですけど、結構これ法に触れてない、これギリギリ法に触れてると思うんだよね、マジでやるガチでやることね、ガチでやることね、やばすぎるだろ、待って、除外できないんでしょ、除外できんかったら終わるんだって、墓地から、知らないって墓地から除外するデッキだからさ、
刺さるんだよそういうカード。待って、これ綾頭神を振ってて、綾頭神自身を背負ったところで何でもない。綾頭神を背負ったところで、あいつらは効果で破壊されない。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、これ出すしかないけどさ、これ出して何が起きるの、これ何が起きる。でこうして、でこれこうすんだろ、でこれ後ろ割るしかないわな、後ろ割るしかない。でモンスターを処理ことができない。いや無理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 、全然無理。いやこれ法に触れてるって絶対。